心の心の一過性収縮低下をきたす心疾患のこと突然の共通発作、呼吸困難、心電図変化、心臓壁運動異常などの症候を示す、急性肝症候群と極めて類似した発症形態であるものの、心感動脈に有意狭窄がなく射出、収縮不全をきたすことが特徴。射出収縮末期像が多骨壺に似ていることから、 命名された。日本国外では、トランジェントアポクルバルーニングやストレス、カーディオミオパシー、ブロークンハートシンドロームと呼ばれることも多い。高齢女性での発症が多い。性差は男、女イコール1、7である。局所麻酔下での外科手術の際ややけどに伴う、発症の報告もある。また、ストレスが誘因となることがあるため、 精神的なストレスが強い戦争、テロ、大規模被災地でしばしば見られる。蜘蛛膜下出血などの疾病に合併するものは36%、誘引不詳のものが28.5%と報告された。発症に関わるメカニズムは未解明であるが、ストレスなどによるカテコラミンなどの影響から、微小循環不全に陥りやすい。 新鮮部の機能不全、収縮不全が一因とも言われている。ノルアドレナリンによる、心筋細胞内へのブドウ糖取り込み阻害も研究されている。ありがとうございます。